初めまして、ゆきえ役の関口秀美です。よろしくお願いします。私は今回、ゆきえという生まれつき耳の聞こえない聾者の役をやっております。物語の最重要人物波多野の姉の役です。今回は、劇中で手話をずっと使っているんですけれども、本当に耳の聞こえない役なので、どうしても稽古中に聞こえて反応してしまったりだとか、大変なところはすごいあるんですけれども、この手話という言語で、お芝居をすること、皆さんにこの手話で伝えることができるというのがすごく楽しみに、しております。で、物語の魅力なんですけれども、すごくいっぱいあるんですけど、やっぱりゆきえという人が一体どんなことを伝えようとしているのか、手話で通訳のあるシーンもあるんですけれども、しないシーンもあるので、そこで何と言っているのか、どんなことを伝えたいのかということを、皆さんに、注目していただけたら嬉しいですし、私もこれを機に手話を勉強し始めて、すごく楽しく学ばせていただいてるんですけれども、皆さんもぜひ手話を勉強していっていただけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ナッポスプロデュース嵐になるまで待って、7月22日土曜日から池袋サンシャイン劇場にて上演いたします。どうぞお楽しみに。